名鉄7500系電車は、名古屋鉄道が1963年から2005年まで運用した電車である。すでに運用されていた7000系の改良型として登場した車両で、高速性能の向上を図り、低速度制御や回生ブレーキなどの新技術も採用された。7000系とともに、パノラマカーとして親しまれたが、名鉄の車両の中では特殊な構造であったため、7000系より早く全廃された。名鉄の車内では5000系以降の高性能車について、SR 車と呼称していることに倣い、本項でも以下そのように表記する。1961年に登場した7000系、パノラマカーは、1962年には、鉄道友の会より、第5回ブルーリボン賞を授与されるなど、評価が高かった。一方、1961年に発行された名鉄の車種には、新しく製作される電車には必ず新しい技術を取り入れると記されていた。このコンセプトに従い、7000系をベースにしながら、さらなる高性能、高機能な車両を登場させることになり、登場したのが7500系パノラマカーである。7500系は6両編成で登場し、後に7両編成に、さらに8両編成での運用も行われたが、その後6両編成に戻されている。系列中に5形式が存在する。本節では、登場当時の仕様を基本とし、増備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、沿革で後述する。編成については、編成表を参照のこと。7500系と並んだ7000系。車体に対して運転室の突出が大きい。前照灯とダンパーは同じ高さである車体については7000系とほぼ同様であるため、本節では7000系との相違点について記述する。基本的な車体寸法は7000系とほぼ同一で、車体長については、展望席を除く車端部が 50mm ずつ延長されているが、全長は変わっていない。7500系では低重心化のため、レール上面から床面までの高さを客室全体で 990mm と7000系より低く設定した。このため、外観上は7000系では、展望席とそれ以外の部分で車体裾部分や、側面窓の可変の高さに差が生じていたが、7500系ではその部分が揃っている。2階の運転席部分の高さは変わっていないため、7000系と比べると運転室の突出が大きくなっている。前面に設置された油圧ダンパーの高さについては、7000系と同じである。また、前面に逆富士型と呼ばれる行き先表示板が設けられたほか、運転室側面に排気口が設けられ、運転室後方の窓が隅に2カ所から背面に1カ所に変更された。座席は転換式クロスシートで、内装は7000系と同一仕様である。も7650系の車端部には、工場内での入れ替え用に簡易運転台を設けた。7000系と比較すると、低床化を実現するために制御システムは大きく変更された。従来通りの抵抗制御時間並列制御を基本としつつ、境時制御を最大限に活用することで回生ブレーキを導入。これにより抵抗機の体積を減らすことで、低床化伴う床下空間の減少を補った。さらにこの回生ブレーキを応用し、ノッチ操作を行わずに指令速度を維持する低速度制御機能も合わせて実現している。このため、7500系は5000系以降の高性能車、各系列との制御シーケンスの互換性が維持できず、それらとの総括制御ができない。電装品制御装置と主電動機は、東洋電機製造のシステムワクフ H875 から 758A 型として一体となったものを採用した。制御装置が ES758-A 型で、直列9段。並列9段の機能を有する電動化無軸制御方式である。主電動機は TDK848-A 型と称する副管整粒子電動機で、1時間定格出力は 75kW、前回時定格速度は時速 75km に設定されている。制御システムは、制御回路部にトランジスタを多用することによって、機器の小型化を図ったもので、指定した速度を保つ、低速制御の機能を有する。これは、運転台の主観制御機で指示された速度と実際の速度を比較した上で、その差を電圧に変換して、磁気増幅器を作動させ、分摩機械時電流を制御するもので、電流を流す方向を変えることによって、加速と回生制動を制御する。また、弱め開示を併用することによって、主電動機を直列に接続した状態で、時速 95km で運転することが可能である。制動装置については、回生ブレーキ併用の HSC-R 型電磁直通ブレーキが採用された。電力回生ブレーキは、時速 50km 以上で作用し、それ以下の速度では、空気ブレーキに切り替わるほか、回生ブレーキ力が不足の場合には、空気ブレーキで補う仕組みである。台車は、住友金属工業製のペデスタル式空気バネ台車である FS335A 型台車が採用された。この台車は 7000K で使用されていた FS335K 台車のベローズ型空気バネをダイヤフラム型空気バネに変更することにより横剛性を高めたもので、低床構造にも対応している。その他機器名鉄 7500K の2針速度計、運転士が乗務する乗務員室は 7000K と同様の2階に上げた構造であるが、運転席の速度計は2針式の横型速度計が採用された。これは上側の速度バリで指令速度を、下側の速度バリで実際の速度を表示するというものである。補助電源装置は、出力76馬の HG-584ER 型電動発電機を装備した。電動空気圧縮機は低床構造に対応させるため小型のものとし、ロータリー式の AR-1A 型を採用した。冷房装置は 7000K と同様である。1963年11月に入線、電子頭脳車とも称された。しかし、初期の半導体は、故障が多く、試運転の段階からトラブルが続出した。特に制御装置が温度上昇に弱く、冷房装置の冷気を直接引き込む改造まで行われた。また、低速走行の機能を活かすべく、運転曲線を作成したが、高速かつ低速で走行できる区間が少ないため、正式な運転曲線としての採用はされなかった。同年12月から、営業運転を開始した。ダイヤ上では活かされなかったものの、低速走行の機能は、ベテラン運転士には評価が高かったという。1964年2月には付随車が4両、製造され、7両編成での運用が開始されたほか、7月には、増備車が6両編成で投入された。この時期には支線へ直通する特急にもパノラマカーが、運用されるようになったが、そのための車両は 7500K ではなく 7000K であった。これは、回生ブレーキを使用する 7500K では、変電所容量が小さい線区には入線できなかったためで、実際にダイヤが乱れた際に 7500K が誤って、西尾線に入線し、回生ブレーキを使用したところ変電所のヒューズが飛び、回転変流器が停止してしまい、停電となってしまったこともあったのである。こうした事情から、7500K は、名古屋本線、犬山線、常滑線、興和線での限定運用となった。1967年4月には、名古屋本線の特急を8両編成で運行するために、中間電動車が4両増備され、1964年に、製造された付随車に対して電装が行われた。この時に増備された車両のうち、も7572については、常設運転台付で登場した。これは 7500K が他の形式との連結ができないため、先頭車に事故や故障が発生した際に、戦闘車として使用するための車両として運転台を設置したもので、この車両については方向転換によってどちら向きにでも使用できるようにしていた。1967年から設置されるようになった。フロントアイ同年12月には6両編成が2本増備されたが、この時に製造された車両のうちも7665が常設運転台付けで登場、も7572はも7566に改版された。増備車には運転台のないも7572が含まれており、組成変更が行われた。以後、も7566とも7665は、この2両でユニットを構成するようになった。なお、この時の増備車からは、フロントアイと呼ばれる機器が前頭部に設置された。この、フロントアイは、広角の凸レンズを使用したもので、運転席からレンズを通してみると、天地が逆になるものの展望席の直前の様子が、わかる。フロントアイは、これより前に製造された車両にも1976年頃に追設された。1968年10月には6両編成を8両編成にするため、中間車のみ4両が増備された。また、工場の設備が更新され、6両編成でも同時に入場できるようになったことから、も7650型に設置されていた。簡易運転台は1968年9月に撤去された。1969年末から1970年3月にかけて一部の8両編成を6両編成に短縮し、常設運転台付きのも7566とも7665を戦闘車にした4両編成を組成して運用した。この2両を両端の戦闘車として運用したのは、これが唯一の事例である。しかし、その後の需要変化に伴い、扉クロスシートの7500系8両編成は、ラッシュ時には収容力が不足し、逆に日中は輸送力過剰な状態となった。また、8両編成では、ホーム有効長や構内配線の関係で、名古屋本線以外の特急に運用することができなかった。このため、1970年4月には、戦闘車だけが6両製造され、7500系は、すべて6両編成に短縮された。なお1970年にはも7515も7516の2両の方向盤が大型のものに交換された。これは展望室全面ガラスの虫除け対策として、試験的にアクリル板を装着することになり、その台座としたためである。試験終了後も、この2両の方向盤は、大型のままであった。この時期になると、朝夕のラッシュ時の混雑が激しくなり、すでに1967年からは、犬山線でも8両編成の列車が走り始めていた。しかし、名鉄の車内から出た、通勤輸送にまとまった投資を行い、通勤用の新車を作ってはどうかという意見にも、社長の土川元夫は、それは不経済車であるとして、パノラマカーを列車体系の中心として、クロスシートに座って、通勤という理想像を変えようとしなかった。土川は、財務的現状からも輸送力増強には、旧型車両の高耐荷が最適としていたのである。この時期のラッシュ輸送では、本線では8両編成でないと運用できず、連結ができない、パノラマカーの6両編成は普通列車や支線などで運用させていた。それでもなお、津島線などでは、人海戦術で乗客を車内に押し込むありさまで、しかも、それでも積み残しが出てしまい、乗客からの苦情も多かった。このような状況下、7500系をはじめとするに、扉クロスシートの SR 車のラッシュ時運用は、もはや限界であることが明確になった。1975年には、急遽、東京急行電鉄から3、扉ロングシート車である3700系電車を購入して3880系として運用されるようになり、1976年には3、扉の通勤車両である6000系の登場に至ったのである。名鉄では、1962年から観光路線で座席指定料金を徴収する特急の運行が開始されており、その後1965年にはキハ8000件を使用した座席指定特急が定期列車として設定されていた。これをさらに進める形で、1977年3月20日のダイヤ改正では、特急はすべて座席指定車両となり、座席指定車両のない特急は、高速という新種別に変更された。この特急施策の変更に伴い、特急は原則として7000系、7500系、7700系で運用されることになったため、座席のモケットを赤色に変更し、座席の枕カバーを白色、カーテンも緑色地のものに変更された。1977年8月5日、名古屋本線を走行していた高速豊橋行きの7500系6両編成が、元宿駅から名電長沢駅の区間を走行中、暑さによってレールが歪んでいたところを走行した際に、後部4両が脱線するという事故が発生した。7500系の低速制御機能は、効果が薄く、また故障も少なくなかったため、1979年からは、制御装置を、集積回路を利用した ES578 バイト型に交換する改造が開始され、1981年12月までに交換は完了した。同時に、システムの簡素化が図られ、低速制御機能は失われた。また、主電動機についても1993年3月までに TDK848 から0A 型に更新された。なお、7000系と7500系では乗務員の運転台の出入りには車体外側のステップを昇降するが、運転室に入る際に体をかがむようにしないと、ホームワイヤの角に頭をぶつける恐れがある。このため、ほとんどの列車で乗務員交代のある神宮前駅において、構内配線が1984年に改良された際には、パノラマカーの乗務員の頭部負傷事故を防止するため、ホームワイヤを二重にして対応した。なお、1985年12月頃から、側面の座席指定表示は使用されなくなった。1988年からは、車体の老朽化が目立つようになった7500系について特別整備が開始された。この特別整備では7000系と同様にこの整備では正面の行き先板の電動幕への改造や側面方向幕の新設、つま面の戸袋窓の廃止などが行われた。内装も当時登場した5300系、5700系と同様のクリーム系の配色に変更された。特別整備期間中は、頻繁に先頭に出るようになった中間車の増設運転台この特別整備は2両単位で行われたため、先頭車のも7500が入場した際には残った車両が有給化しないように、常設運転台を装備した中間車であるも7566、も7665を先頭にして運用された。この2両は1985年頃にはほとんど先頭に出ることがなくなっていたが、この特別整備が行われている間はほぼ定期的に先頭車として運用されていることを見ることができた。また、この特別整備の間に限り、7500系の4両編成での運用が行われている。しかし、この特別整備は1次車と2次車の合計7本について整備が完了した1991年で打ち切られた。これは、当初は常設運転台を装備した中間車を組み込んだ7515編成を除く11編成に対して特別整備を施行する計画だったが、1990年10月の特急施策の変更に伴い、本線特急においては1編成の中で指定席車両と自由席車両を連結した編成が必要になり、7500系の機器を流用して1030系、1230系、1850系が製造されることになったことによるもので、3次車以降の5編成が常設運転台を装備した中間車を組み込んだ7515編成を皮切りに1992年から1993年にかけて廃車となり、機器の一部が新製された 1030系、1230系、1850系に流用された。残った車両については、その後座席のモケットを紫色系に変更し、合わせてカーテンの交換なども行われた。その後、名鉄ではバリアフリー対策の一環で、各駅のホーム高さを順次、レール面から 1070mm にかさ上げすることを決定した。これによって、床面高さが 990mm の 7500K ではホームより、車両の床の方が低くなり、乗降に危険が伴うと判断された。また、2005年1月29日には、空港線が開業したが、空港線の各駅は、当初より、ホーム高さを 1070mm としていたため、7500K は、空港線への乗り入れが不可能となった。こうした事情から、7500K は、全廃が決定し、2004年12月から廃車が開始された。7500K はさよなら運転を行わず、2005年8月7日を最後に運用から離脱し、同年9月までに全車両が廃車された。7500K の全廃後、他線区においても、ホーム高さのかさ上げが実施された。7000K とは異なり、廃車後は全車両解体されており保存されなかった。7500K は組成変更が多かったため、ここでは登場当初の6両編成、7両編成、8両編成については、詳細な車両番号は記さない。登場当初の基本的な編成例。基本的な編成例。基本的な編成例。ありがとうございます。